おう。はい。あ？いやあ。すみません。
いえ。あ？はい？こういうもんだが。え？ああ。あ、はい。はい。うん。はい。ええ。あ？ええ。佐野源一郎ってじいさんなんだが、止まってないが。佐野様ですね。お調べします。こちらです。
殺するつもりなのか。遺書。なぜ彼が自ら死を選んだのか。なぜ私はあの時死ぬことができなかったのか。ずっとその答えを求め、さまよう半生でした。老いと格闘するこの頃になって、私はようやく気づいたのです。彼は死ぬことによって自分であり続けようとしたのではないかと。老いたこの私は、大切な人や名声や思い出までも、大切なすべてを摩耗し続けることでしか生きることができないのです。他の誰かの手を煩わせてまで私であり続けることなど誰が想像できましょうか。あの瞬間の彼の脳裏にはきっとそんなことがよぎったのではないでしょうか。私よりもはるかに幼い彼が自分自身であり続けようともがき苦しみ抜いたその結果がおそらくは自決という道だったのです。余命に縛られ私が私自身でいられなくなる前に私は友のもとへ行きます。さようなら。クソじじい。
佐野源一郎だな。そうだが。警察だ。用はすぐ済む。拳銃はそれから回収すればいい。用を済ましてもらっちゃこっちは困るんだ。発見した時には死んでいた。君に不利益は少ないと思うが。そういう問題じゃねえよ、少尉。なぜそこまで死にこだわる？遺書は読ませてもらった。だが、あれだけじゃ納得いかねえな。そうか。つまらん話だが、理由を聞いて納得するというなら、話そう。ただ、私の好きなど伺わないことだ。そんなことをすれば、私は瞬時に。わかってるよ、少尉。賢い男で助かる。敗戦中の話だ。時期的には終局を迎えようとしていたが、その頃私の部隊は勝ち続けていた。快進撃は続いた。背後に神を感じるくらいにな。敵軍を撃退しながら1000キロ以上も進撃したよ。そりゃご苦労なこった。しかし実際のところは我々についていたのは死神だったのだ。敗北は体をゆっくりと蝕む病のように遠くから始まり、気がつけば私の部隊も生きるか死ぬかという状況に置かれていた。そういうもんだろうな、危機ってのは。部下たちの死は部隊を率いていた私の責任だろう。しかしもっと直接的に私の言葉で命を落とした兵士がいた。まだたった17歳の少年だったよ。あんたの言葉で？銃撃をかいくぐる最中、彼は不運にも足を撃たれた。戦場で足を撃たれることは死を意味することだ。私は彼の撃たれた足を見た。もう歩くことさえ困難な状態だった。担いで歩いて助けてやりゃいいじゃねえかよ。いたよ、そんな兵士が。ちょうど今の私の孫と同じくらいの年格好の青年だった。歩けなくなった少年兵を担ごうとしていたのだ。今の世ならそれが当然だろう。しかし戦時、戦場、一人の兵士のために部隊を危険にさらすわけにはいかん。これだけは断言できるが、私は一人でも多くの部下を助け、それぞれの母親の味噌汁をもう一度飲ませてやりたかった。誰よりも強くそう思っていた。その思いから私は心優しい青年を叱りつけ、少年を助けることを禁じた。そして歩けなくなった少年に対し、自分の身を自分で守れない人間に生きる資格はない、そう言ったのだ。その夜、少年兵はピストル自殺した。意外の傍らで、助けようとして私に叱られた青年は、むせび泣いていたよ。後悔した私は、
自分が生きていることを恥ずかしく思い、自殺を考えた。そんな私を諭したのがこの青年、今井だ。私を憎んでもいいはずの今井がな、上官の私に向かってこう言ったよ。あなたは、あなたを愛する者のもとへ帰る義務がある。残った部下全員を愛してくれる者のもとへ届ける義務がある。とね。なるほど。今井が死んだ今、もうその義務がなくなったってことが。それだけじゃない。いよいよ私は、自身だけでは生きられない体になりつつある。あの時、死を選んだ少年兵に報いるためにも、今こそ私は死ぬべきなんだ。それにはピストル自殺がふさわしいと？そうだ。話は終わった。長々と悪かったな。めんどくせえ少尉だな。それは今井も進言したくなるだろうよ。どういう意味だ。今井が浮かばれねえって言ってんだ。孫にまで同じこと言わせてんだからな。三つ鬼に？親父は俺たち家族の元に帰る義務がある。三つ鬼がそう言ってた。女房のことは、ほったらかしか。すまないと思っている。自分で言うんだな。だが残りの人生あんたの言葉を聞くために使おうと思ってたらしいぜ。裏切られちまってかわいそうにな。かよこがそんなことを。呆れたもんだな。自分のことしか頭にねえのかよ。身内の言葉くらい耳傾けてから死ねえよ。だからややこしいことになるんだろうが。あんた、まだ死にたくないって言ってるように聞こえるぜ。だが、生き恥をさらすわけには。まだ嫌がるか、このじいさんは。いいか。あんたは、仲間や家族を言い訳にして、死を正当化しようとしてるだけだ。散々生きてきて、今更恥とか言ってんじゃねえよ。しっかりこの世を見届けな。あんたにはその義務があるだろうが。人は誰も一人では生きられない。時に家族の言葉に耳を傾け、時に友の声に耳を傾ける。ただそれだけのことが何かを取り戻せるきっかけにもなる。自分自身で考えて決めることも重要だが、それと同じぐらい誰かを信じることもまた重要なことなのである。